うずっと原神、さっきも一生原神してた。まあでもなんかガチャ引いた時も言った通り、私今月全然外に出てないので、タクシー代がだいたい仕事で乗ることが多くて、平均的に片道5000円ぐらいだとして、往復で1万か片道1万で往復で2万っていうケースが多くて、片道5000円のやつを2日間行くだけでも2万かかるわけじゃん。で、片道1万の現場に行って2日間で4万かかるわけでしょ、これって。って考えた時に、 たかだか4日分のタクシー代で原神のガチャが4万円分引けるって考えればとても安くて、今月はマジで外に出てないの。1月に外出た回数がお仕事でね15回外に出てて、今月外出た回数が8回 で今月あと1回しか外出る予定なくて9回なの。でもその時点で6回削減されてて、その6回でもし最低でも3万円分浮いてるんだよね、タクシー代。片道5000円をって考えても3万は浮いてるわけ。なんなら今月いつもより出費少なかったから、特に何も平気。なんかすごい心配されてるけど、通帳を見るのが好きな人だから、お金を引き出す時絶対に通帳の残り残高を確認するの。今こんだけ入ってて、でもここでここだからプラスになるよねってなるから、計算的にちゃんとプラスになってるから、ちゃんと貯金を貯まり続けてるの。だから別にそんないいお嫁さんになりそう、相手がいるなら。え、いるけど何？嘘だけど。アホが。私だってApex 2年以上やってて、バロラント半年くらいで合計11万くらいでした。原神ちゃんと始めて1週間ちょいです。課金額10万ね。9万だか10万って考えてみ。ちょ、考えて、2年やって11万のApexに対して1週間半くらいの原神9万ちょっとだよ。怖い。もう綾香の時にはもうグーンもう今から怖いから ASMR 聞いて現実逃避してんのよ。そう、あなたのために弾くんです。あなたが可愛い、あなたが推しです、あなたが嫁だから私は弾くんですよっていう脳内でインプットしてからの、財布も脳もパンクしてしまう。